花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾由郎でございます。金尾由郎の音楽魂、今日も天いい天気ですけどもですね、まずレギュラーご紹介しましょうか、はい、松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。桜田武さん、こんにちは、よろしくお願いします。今日はすごいですよ。本日のゲストはですね、はい、僕も待ちに待っていました、セリカさん、イエイイエイ。サンキューどうもです。よろしくです。イエイ。ねえ、今日僕もね、さっき初めてお会いしましたけどもですね。それでね、今日はギターサポートのですね、ヤスさんですけども、セリカさんからちょっとご紹介いただけますか。大阪でやってるセリカウィズドッグのメンバーでギターでサポートしてくれてます。メンバーのギターヤスですね。ヤスです。よろしくお願いします。イエイ。夜中ハイウェイバスでやってきました。ねえ。で、セリカさんも普段は、はい、お住まいは新潟の方ね。山村ですね。ね、新潟の方に、いらっしゃいますが、いろんな話をね、はい、後からお伺いしたいと思いますけどもですね。はい、まずそのセリカウィズドッグっていうね、はい、バンドの、CD を今日はね、はい、お持ちいただきましたけども。この中からですね、早速ちょっと一曲聴いてみたいと思いますが、ハッピーなやつを何しましょうか。これは一曲目はとりあえず最近自分の中でのテーマというか、はいはいはい、ね、みんなにこう見に来てくれてるオーディエンスに、はい、ブラザーということで、お一発目はブラザーで、この曲は僕なんか YouTube で拝見したことがあるんですけども、はい、なんかいろんなね思いがありますよね。作った時にちょうど震災 3.11 の震災の後で、うんうんうん、要はその音源、出来上がった音源を聞きながらそのボランティアに行ったんで、うんうん、だからその YouTube に上がってる映像もその時の写真が一緒にリンクされてるんですけど、だからそういうだからこう大変な時にみんな、うん、兄弟だっていうことで助け、はいはいはい、そんな僕らのレベルで言うのもあれなんやけども、うん、そういうのが重なってるっていう。なるほど。ほんでライブやるたびにやっぱいろんな状況でそういう気持ちがあるかな、うん、はい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 。じゃあね、はい、その思いがこもった曲聴いてみましょう。ブラザー、星に生まれ同じ
い、ということでですね、この男っぽい声いかがですか。かっこいいですね。かっこいいですよね。いやいやいや誰が歌ってるんですかみたいな。いや、あのね、ちょっとざっとね、セリカさんのプロフィールご紹介しましょう。1958年大阪生まれということでね、はい、75年ロックンロールバンドエンジェルを結成して、はい、まあ、78年に解散をするんですけども、1983年ビクターより小室哲哉さんプロデュースでセリカ・ウィズ・ドッグでデビュー、はい、ファーストアルバム、これコーション、コーションですね、はい、発売。セカンドアルバムリボリューションですね、はい、発売してますが、85年に、解散するんですね、日比谷野外音楽堂にて解散ということで、その後にいろんなそのミュージカルとか、あ、やりましたね、今振り返れば。そうです、もう5年ぐらいやられてますよね。ザ・ロッキーホラーショーのグリースとかっていうね、まあ、あの川崎やったらロッキーホラーショーのなんていうのはね、これですよね、聖地ですよね。でもあのそのこれはロッキーホラーライブっていう形のこの CD なんですけども、はい、ちょうど、はいはい、桑名の正宏さん、はいはいはい、桑名の正彦が主演で、あのシアターアップルでも今は50年のビルになってしまうんだけど、はいはいはい、あれがあった頃にそのミュージカルとして、うん、やった時にそれに僕1回目参加して、ああ、 その2回目も参加して、その間に宣伝イベントでライブハウスでそれをやろうっていうのがあって、うんうん、でその時にこう、まあ、あのキャミソール姿になって、うん、その主演のフランケンファーターっていう、うん、でそういうライブっていうのだけまだ単体で盛り上がってきて、うん、ほんで浅草の時はで90年かな、うん、やって、まあ、それの音源なんですけど、そんないろんなこと、まあその間あの CM のナレーションとか、そうですよね、いろいろやりましたけど、いやいや、それで、うん、まあその後にですね、その東京離れて、ね、ああ、はいはい、あの第1回人生に疲れた時ですね。全てを断ち切って、ああそうですか、山にこもろう、はいはいはい、っていう、まあ要は結局音でも何でもそうなんやけど、自分のワールドじゃないですか、うん、それ自分のワールドをもっと作りたいんだけども、うん、音楽でずっとやってると、うん、いつしかあのロックって、うん、おいてめえこの野郎ちくしょう、ロックバン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 みたいな感じでやってるもんが、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、うん、おい、なんか俺いつの間にか米付きバッターになってる、うん、もうええわと思って、もうそんなん気づかんで場所も自分の音楽を作ろうって言って、うん、新潟に行って、うん、アウトランドという場所を作ったんですね。なるほどね。このアウトランドっていうのはその、そのなんて言いましょうか、その山小屋みたいな、山小屋って、まあ、基本的に分かりやすく言ったらキャンプ場であって、キャンプ場ですか。ほんで小さいログハウス、宿泊、はいはい、できるのが点在するっていうエリアですけどね。それ全部作られたり、一人でデン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 って作りましたけど。そうですか。だからね、今ね、今日はギター持ってるぜって感じやねんけど、うん、帰ったら草刈りからチェーンソー持ってみたいな感じに変わるんで。なるほどね。でほんでやったかな、うん、ほんで作っていったら、うん、さっきちょっと言ってました、あの大地の芸術祭っていうのが、ああそうですね、地域の方で行われるようになって、これ4回エントリーですね。2000年から始まって、うん、ほんで2000年はなんか分かれへんっていう、田んぼの中にアートがある、並走でっかみたいな感じやったんやけども、うん、それがかなり広い規模でやれるようになって、うん、結構有名になってきて、3回目の2006年にちょっとエントリーしようかな、したろうかなこの野郎っていうのがあって、うん、ほんでプロデューサーの方に言ってこういう意図でやるって言ったら OK が出て、うん、で2006年から3年おきの4回続けて2015年まで続けて出たんかな。なるほど、はい、それでその最近ね、うん、まあ、いわゆるそのまた精力的に音楽活動、都内とか、まあ、大阪もそうですし、はい、うん、やられてますよね。やっぱりその多少そこら辺で気持ちが変わってきたっていうのはあるんですか。気持ちが何ていうの、こう頑張ってるって言ったらおかしいけど、最初にやっぱし話、自分で自分の音楽を作ることを作るつもりやったらできたっていう、やる気やったらできるもんやなっていう、ただほんならプッと振り返った時には自分がまだ成し遂げられて
ってないことがあるなっていうので、やっぱり音楽の方がええって、第一看板を音楽ミュージシャンっていうのを第一看板にしたいなって。なるほど。向こうの山こもったら、要はセルフビルドの好きな親父で第二看板で音楽やってるようなイメージになったんだ、はいはいはい、それがちょっと嫌で、人生終わる時は第一看板をミュージシャンで、第二看板がこういうことも好きなんやでっていうような感じに変えたいなと、はいはいはい、っていうふうにすごく思って、大体8、9年ぐらい前から。あ、そうですか。ちょうどあの小室哲哉の事件があったじゃないですか。小室哲哉さんの、はいはい、うん、はいはい、その事件がある時に、まあ、逆に俺らのデビューアルバム彼がやってくれたんで、うんうん、でそのなんかできへんかなって言って、うんうん、ほんでそのたまたまそのキネ君、チームネットワークのキネ君が作った曲が、ずっと僕がもらってた曲があったんで、それに詞をつけて、ほんでこれ気持ちいいっていうことで、うん、Can't Try Again っていうのを作ったんですけど、なるほど。ほんでそれ作ってスタートに、ちょうど自分にも言えてる、まだできるぞ、うん、ほんでちょっとギターの掃除しだしたわけですよ。なるほど、ね、ほんで昔の仲間に連絡取ってやりだしたみたいな、ということでですね、このセリカさんって携帯切っとけよ、誰か、はい、俺だですね、ということですけども、いろんなね、紆余曲折だったと思うんですけども、まあ僕自身もあのソニーの第1回目のオーディションで九州から、うん、まあ、はい、そのグランプリいただいてデビューしたんですけども、はい、そのやっぱりやってなかった時期もあるんですね。あの、うんうん、いわゆる和菓子職人とかやってましたからね。ええ感じやね。うん、だからね、なんかね、気持ちがすごくわかるというか、うん、あのセリカさんみたいにそのメジャーの中でこうずっと僕稼ぐっていうのはあんまりなかったので。あの一応まあレコード会社も転々としたりなんかもしましたけれども。あのやっぱり音楽やってる方って、ここにゲストでお見えになってる方もしばらくあの歌わなかった時期とか、ええ、そういうことってあるんですよね。あだからそのそういうことをね、お話を聞くっていうのもね、この番組のね、なんかの僕のなんかこうそういうあの信念というか、うん、そういうこともねお聞きしたいんですよね。だからすごく今日僕自身も、うん、あの楽しみにしてるって言ったらおかしいんですけど、うんうん、あの歴史があるし、うん、まして今大阪でやったりこっち側でやるときにしても、うん、結構大御所になってきてるじゃないですか、いつか自分が、はい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 、大阪でやったらもうなんていうの、あ、はいはいはい、殿みたいな感じのあ、そうですか。いやいや、そのオーディエンスは少ないんですけど、はい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 、ポジション的なことで、はいはいはい、だから今日は俺は若者気分で来れる、あの、はいはいはい、ね、今日は兄ちゃん兄ちゃん俺も混ぜてよって気分で来れるところはちょっと気持ちが楽なんですよ、ね、あ、はい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 、僕本当にね、僕もこうセリカさんのことをね存じ上げなくて、実はそれでご紹介いただいてね、今日もすごくオーディエンスね多くてね、この狭いスタジオに何人いますか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人じゃないですか。10人イエーイ。あれですか、それぞれお名前、あ、松野ちゃんいるじゃないですか。で、柳瀬子さん、ね、ね、大阪からわざわざありがとうございます。あお隣の方ご紹介ください。え、保坂さん。保坂さん。うん、ラジオでうなずいても聞かない。そちらの方、お若い方がね、お若い方いらっしゃいます。安さんの。あ、そうですか。なんでして。あ、そうですか。どうもどうも。かわいいね。今日ね、本当こうやってね、出会うことがすごく楽しいよね。松井さん、いかがですか。いや、今日はほら、縁結びの神様がいらっしゃる。そうそう、大阪のね、聖子さんに実はね、ご紹介いただいたんですよね。まあ、そのありがたいことだと思いますけどもですね、さて、セリカさんのね、この CD、はい、なんかもう一曲聴いてみますか。あ、じゃあ、ほんならちょっとまた頑張りたいなって、曲自体はだいぶ昔に作ったんですけども、はい、結構昨日の夜安もまた新鮮な気持ちで経験してきた、ハイバスステーションっていう、あ、これYouTube 見ました。これ、はいはいはい、これも素晴らしい曲ですよね。僕好きなんですよ。いや、ありがとうございます。やっぱりね、こう歌のなんていうか芯があるというか、うん、ほら何言って
歌ってるか分かんないシーンが多いじゃない。あらら、また拍手の人また怒られるな。いやでも僕そう思うんだよね。なんかやっぱりちゃんと歌うっていうか、あのはっきり言葉がしてるっていうか、やっぱりそこら辺が基本にねある人って気持ちがいいよね。そうですよね、ということでね、このハイウェイバスステーション聞いてみましょうか。あと何キロ「お前を置いてきたバスステーション」「声を出して読むといいよ」「ラストラブレター謎が解ける」ラジオが泣いてる今はもう思い出せない途切れ途切れのラブソングスケートついてる暗い道に感じてしまうぜサッドハイウェイ誰もいないよお前との暮らしに鍵をかけた重ね合った思い出を置き去りにしてゆくよいつか帰る日にはその時また素敵な歌じゃないですかね。あのちょっと今まで何を話してるかね、リスナーの方にちょっとあれですけどね裏道の話をしてましたけどこの、あのなかなかやっぱり素晴らしい曲が多いし、なんか割と正統派のね感じしますよね。はいはいはい、なんかね、うん、だから僕はなんかすごくあの気持ちがわかるというか、いやだから僕も、まあ、今回出るにあたって、うん、あの金尾さんの CD を聞いて、こう一曲一曲最初はパーッと流して、次一曲ずつ結構ヘビーローテーションして、あ、そうですか、ありがとうございます。そのあこの歌はほんまの話かなとか、いろいろあんまりね僕もこう深く突っ込んでしまうのもよく、まあ絵空事ですよ僕の歌なんかは。いやっていうかね、そういうふうに一個一個こうと引っかかる言葉ってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、だからその中に自分の中に想像した時に、はいはい、やっぱりなんていうのこう深く考える深く読みする、それが二十歳そこそこの人が歌ってる歌と、の時の言葉同じ言葉であってもこれほんまここの言葉にかかってるよなみたいな、いう感じはすごく思う。やっぱ何回も聴いてると、ほんでこうやっぱし兄貴やし、いや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 もう大体あのもうねこういう風になってくると、うん、
いやもう今年65歳なんですよ。ええ感じですね、兄貴いつの間に。でもね、なんか今が楽しいっていうか、あの、うん、いわゆるレコード会社があって事務所があってやってた頃っていうのは、あのやっぱヒット曲を出さないとっていう追い込まれる場合があるじゃないですか。まあそれをこうずっとみんな勝ち残っていくんだけども、その僕はもうやっぱり生き方があんま上手くなかったので、そういううまくできなかったりとか、バンドが、まあその要するにあのソロになってね、あの役者でもやってやりませんかっていう話もあったんだけども、それもうまくできなくて一回やめたんですよ。でそういうつもりもなかったし、うん、あの歌いたいために出てきたわけだから、役者なんか全く興味なかったですから、うん、そういうこともありましたけども、今はねなんかね楽しいんですよね、うん、こうやって毎週ラジオをね、はい、やらせていただいていろんな方とお会いできるじゃないですかね、うん、今日もねあのセリカさん、ヤスさんもね、いきなり来ていただいてですね、打ち合わせもなく水だけ飲んでスタジオに入ってちょっと今日生でなんかやってみますか、うん、ほんまにだとりあえずあの気持ちを楽に安するためにない今日な。ほんまか、楽にしてますけれども。これから行こうか。ほんなら生のね歌を、曲いきましょう。朝6時にあのはるばる大阪から来た安のサポートで、ありがとうございます。じゃあ行こうか。はい、三回目のため息、夜の中、俺の生まれた街は大阪、瞳の街、大阪、この仕事を終えたら最終の汽車に飛び乗って、愛した人の待ってる街へ帰ろう。3回目のため息ついた夜、暑くて眠れない真夏の道具の街で、ため息ばかり、ため息しかなかった夜の中、遠く離れた街の夜空に瞬く星が、綺麗だきっとあの人の街、同じ星が見えてる、どこかで愛する人、静かに安らかに、ため息など忘れておやすみ。暑くて眠れない真夏の道具の街で、ため息ばかり、暑くて眠れない真夏の
タイトルは何でしょうかね。これ3回目のため息ですね。あ、3回目のため息、素晴らしいですね。やっぱりあれですか、こうどういう人に影響を受けたとかってあります？僕はもう完全になる矢沢永吉なんですけど。はい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 。キャー永ちゃんって誰か言ったね今も。いや、その18の時にちょうど矢沢永吉の前座バンドをよくやった、はいはい、関西エリアエンジェルの時ですね。それがエンジェルで、はいはい、その時に矢沢永ちゃんが厚生年金、大阪で厚生年金会が、まあ、3000人クラスのホールが満杯になれへん時代やって、だからただその時に要は前座バンドが、地元の前座バンドがえちゃん見に来て俺らも出んねーってチケットさばいて3000人の小屋が満杯になるみたいな。で関西エリアというのはその関西エリアだから神戸奈良とか和歌山とかそういうところで前座で、やりだしたっていうか。なるほどね。ほんで、まあ、ちょうど僕らの世代っていうのはキャロルの最終を見てるんで、はいはいはい、ほんでキャロルの後にえちゃんがソロでアイラブユーを蹴って、なんかこのスタンドの世界行くねみたいな感じで。でもそれでやっていくことを全て自分らのこうね刺激になったって言ったらおかしい。だから結局僕エンジェルの時はベース弾いてボーカルですよね。あ、そうなんですか。ほんでそれを解散したら次マイクスタンドが白くなったんですね。あ、そこもそのまんまやったんですよ。だからキャロルといえばね、内海さんとか僕もこの番組もよく、来ていただけて、2人でちょっと地方行ったりしたこともあるんですけども、いろいろね矢沢さんのお話とかね、聞いてすごくまた一般的なイメージとまた違うね、はい、矢沢さんのこともいろいろ伺ったりしましたけどもですね、やっぱある種、まあ、3年ぐらいしかやってないですからね、賞味2年ですよね、はいはいはい、それで日本を制覇したというのはやっぱすごいですよね。やっぱその目標というかどこにあったかっていう、だから結果的にキャロル解散するときは、A ちゃん自体はキャロルはもっとやりたかったわけじゃないですか、でも結果的には解散してよかったわけじゃないですか、あれで今になったっていうのが、ただその置いてるところはでかいっていうか、置いてるところが新潟じゃなかったっていう、俺は一時新潟に置いてしまった、あれれれれみたいな。いやでもね、その今の生活というか、そのアウトランドでしょうかね、はい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 、それっていうのはあれですかね、そのまあそこで生活をしながら、まあライブ活動はその東京でっていうことで、まあえちゃんで言えばね、ロスみたいなもん、ね、だんだんえちゃんの口になってきたね。じゃあ僕は新潟のこと別名ロスって言ってる。いいですよね。素晴らしいと思いますけどもですね。でもその距離感っていうか、だからね、僕ら大阪出身じゃないですか、だからその大阪が悪いとかとかっていうことじゃないんやけど、僕はこっち側で知り合ったミュージシャンとか、九州ハーツビーツとかいろんなバンドが、ほんで九州の人らは、根性が入って東京におる感じがするんですよ、僕は。あ、一花咲かすまで帰れへんで、みたいな。で、関西人っていうのは、東京で、ちょっとなんとかでさ、やっぱ空気あがんわ、ってすぐ帰ってくるんで、ミュージシャンが。っていう僕は気があって、だから僕、その九州、まあ九州とか広島とか、あっちから来るミュージシャンっていうのは、根性が入ってるから、好きやな、っていう感じ。いや、だからね、僕も出てきた頃はね、バンドで来ましたから、それで、三軒茶屋に最初住んで。三軒茶屋。三軒茶屋にね、三軒茶屋。レコード会社の人からね、そこ合宿してたんですよ。はいはいはい、だからちっちゃな九州だから博多弁の世界じゃないですか、まだ部屋の中ではね。だからもうそのまんまだったんで、でその要するに東京弁に変えながら僕ほらラジオとか要するに、ツアー行った時は僕だけラジオに出るわけです、午前中はお昼とか、で夜はライブバンドの連中とやるんだけども、言葉を変えなきゃいけなかったから喋るのが嫌になっちゃったしばらく。今はもう博多弁の何でもベラベラ喋るけど、何にも思えませんけども、時代背景が1979年とか80年ぐらいだから、ちょっとやっぱりそのまま使えなかったもんね。あ
だからバンドの焼き鳥屋さんがだってあの三軒茶屋の焼き鳥屋さんがね東京弁でやってるのがもうシャレとねーとかいう感じだったからあの焼き鳥屋さんも東京弁じゃーみたいなシャレとねーみたいなやっぱ東京はねーとかいうね話をしてた時代がありましたよ。だからね関西人のその僕は関西人にすごく、うんあのええな思ってるんやけど、うん、その関西人の悪いところっていうのは、うん、なんでさこんでさってなんでさって言われるの何でええ格好しとんねんっていうふうに取ってしまうだから阪神レジになってしまうだからね、はい、おしゃれっていうかねなんか鼻につく感じになってしまう、うん、だからただ関西弁っていうのがいろんなお笑いの方とかうんぬんですごくメジャーにしてもらってたから、うん、僕らも全然こう普通に喋れるっていう、うん、だからそんだけ意識してるんですよね、うん、意識してるくせにいや別にみたいな、うん、ところが大阪の人間って若干のちゃうんかな。なるほど、ね、だからもう九州とかあっちからこう来てる人らっていうのは全然関係なくて俺は東京で頑張るんやそうそう確かにね僕も昭和とかで歌っててライブハウスがあってそのまあ同時期にその割とモードとかロッカーズとかその明太系ビート系とかあと長渕君とかと一緒にねやっててやっぱその空気感が、やっぱなんかチャンスがあったら東京行って一発当てようっていうね、それがもうたった一軒のライブハウスの中にも、はいはい、やっぱりすごくあったんですよね、うん、ただやっぱ海外外国に行くような感じで僕出てきてたから、はい、そういう意識はありますよね。あ、お話しすぎた。ちょっとファックス行きましょうか。松下さんのこの流れで行っちゃうんですか。行きましょういいですかじゃあ、うん九州の博多のミキさんからいただきます。早速ね博多のねミキさん、はい、皆さんこんにちは、はいはい、どうもとにかく暑いですね、はい体がおかしくなりそうです、うん、まあおいらは、おそらく南方系のデブだと思うんで、うん、逆に元気になりますけど、うん先週の金玉変わらない間の楽しさを満喫しました、はい後半は記憶が飛びそうなくらい、うん、トレーニングで追い込まれてましたけど、ああ筋トレやってんだね、そうです、うん、ちなみに今週も筋トレなんできちんと後で聞くかもしれません、うん今週のゲストのセリカさんはじめまして、はい、ようこそ、はい、はいです。動画をいくつか拝見しましたが、うん本当にロックがお好きで、うん、魂を込めて活動してらっしゃるのが分かりますね、うんこの間今尾の清志郎さんの特別番組を見ましたが、うん、フォークであれロックであれ、うん、人の心を動かすものはどっちかっていうと自分を晒すことが多いような気がしています、うん金尾さんもしかりですけどそういう意味では本当に心と体のバランスを取るのが大変だろうなって感じます。本当に尊敬します。うん誰を尊敬してるんでしょうね。あそれ僕のこと違いますね。あ違うきっとね今野さんかな今日はレギュラーの方々との楽しい時間を過ごしてくださいね、はい、リクエストはなしです。楽しんでるところを聞かせてもらえればこちらも、はい楽しくなります。加納さん今晩のフラットンカンティーナ、うん今日な今日ライブでね楽しんでくださいねって言います、はいはい今日はライブですね、今日はライブですね、うん、おいらは今晩筋肉痛に苦しめながらダブルヘッダーで楽しんできます。おう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 。うち一人は加納さんのラジオにも出演した吉村裕次郎くん。吉村さん、あ、裕次郎くんね。ですね。はいはいはい、はい。あの田川のね。田川出身ですよね。あ、そうなんですね。そうですね。弾き語りなんで今日ライブですって。はいはい、頑張ってほしいと思いますね。はい、分身の術で片方の念はそっちに飛ばしながら楽しんできます。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。博多のミキさんね。はい。もうこれもね、初めて11年になるんですけど、やっぱ4年後ぐらいからあのサイマルラジオとか携帯で聞けるようになったんですよね、はい、だから今その地方の方とかねいろんな方が聞いていただけるということでね、ありがとうありがたく思って いますけども、ねうん、博多とかもそうだよね。あとは博多だと思います。これもう一つね、はい、加納さん、加納義郎音楽魂、うん、お久しぶりです。これ筆で書いてるね。すごい、ね、タッピチで読みづらい、はい、ごめんなさい、すいません。宮田の金田です。宮田町ってあるのよ。え、先日西日本新聞の記事にて、はい、ご活躍のことをびっくりしました。あ、母上美佐夫様もお元気の様子、はい、兄敏郎さん少し痩せたようにお見受けしました、はい、リクエスト風に立て、風の中で立てだと思います。ですね、はい、僕ね、追伸 CD1 枚お送りください。で住所書いてます金
礼です。ありがとうございます。完璧ね、近所の方ですね、きっとね。お兄さんのこととかも、お母上のことも書いてます。お名前まで。金田さん。金田さん。住所、氏名、電話番号も書いてます。あ、そうですか。ありがとう。CD を送ってくださいという。ありがとうございます。この間ね、九州、ちょっとツアーで帰ってた時にね、いろんな、まあ、朝日新聞とか、西日本新聞から、いろいろ記事を出していただいてですね、本当にありがとうございました。はい。宮田さん。そうです、宮田さん。あ、金田さんね。ありがとうございます。ありがとうございます。悪いことできないね。何かの新聞って言うとドキッとする、ね、でもう一ついいですか、はいはい、金沢松下さんこんにちは、はい、毎度松戸のまっちゃんです、はい、真夏のような暑さにうだりそうな今日のこの頃です、うん、さぞかし仕事上、仕事上がりのビールと餃子が美味しいことと、うん待ちに待ったセリカさんの登場楽しい1時間期待しています。はいはいはい、はい、松戸まっちゃんありがとうございます。 ありがとうございます。いつも応援していただいて、ということでですね、先今出ましたけどもちょっと僕の宣伝、はいはい、ちょっとだけ今日ね5月24日金曜日になりますけども、今日の夜の部はですね、赤坂フラットンカンティーナっていうところでね、はい、バンドでやります、ドラムゴボウ鈴木さん、ギター渡辺武史、ベース赤井幸次郎、はい、コーラスボーカル松下俊美、はい、ね、ということでねやります。もしよかったらですねお越しいただきたいと思います。オープニングアクト山本圭介さん、山本圭介な僕今日初めてお会いするんですけどもね、なんか福岡出身の方ですね。後ろからでこれ湘南台でしょって桜田さんからちょっとご紹介、はい、明日です。明日じゃない、明日、明日だよね。明日ですね。湘南台でしょう、うん、今回7回目ですね。はいはい、明日湘南台で、街の中が、うん、ライブハウスがいっぱいみたいな形で12時から8時までやってます。はいはい、で、つかさんと桜田4時から、うん、純ちゃん、はい、純ちゃんね、5時から純ちゃんっていうね、お店ね、家庭料理純ちゃんっていうお店で、いろんなお店でね、これは、ね、ブルースとかいろんなことをね、はい、やる、ま、はい、街全体がね、はい、うん、で5時から菊田さん、ね、菊田俊介さん、6時から高橋誠さん、7時から金尾芳郎さんということで4連発純ちゃん、純ちゃん部、純ちゃん、他にも、他にもですね、やっさいもっさいさんとか、はい、カズドンさん、うん、ひまわりさん、うんうん、あとアルスの中華三番、ね、中華三番、まあ、まあ、いろいろお店、協賛のお店がいっぱいあるんで、何バンドぐらい出るのそれ、30バンドぐらい、どれ、いや30組ぐらい出るんですかね、これぐらいって言ってもすごいよね、それすごい40組何十人いるんでしょうかね、20名ぐらいいる、結構いますね、そういろいろね、はい、ムニさんとかもね、そうですね、このはい、ラジオで明日なんで、ぜひお越しください。湘南台でしょうということで、はい、これ明日ですね、はい、頑張りましょう、ということでね、今日はセリカさんですけども、セリカさんの、はい、要するにこの後のライブっていうのはいつ頃になるんですか。今度はいつやったっけ、ログ今度6月の10、いつやったっけ8、9です、19?8 大阪です、あ、大阪やろ、あ、大阪は大阪、大阪はじ、ゆずこしょうっていうディオでやってる、あ、はい、やって、それがこの大阪が8、9ってやって、はいはいはい、で帰ってきてからそのセリがアフキーノっていうもう一個の、はいはい、セリがバンドやってる東京のバンドの、はい、それが1012日、それは吉祥寺で、6月12日ファンの方の方が一目知ってる、ね、すいません、ジェミニシアさん、ね、ジェミニで12日、はい、ジェミニーで、それが6月ですか、6月ですね、12日が、ジェミニシアター、はい、14がマンダラだっけ、マンダラで吉祥寺のマンダラ2です、6月14日が、吉祥寺のマンダラ2ですね、です、皆それがセリがアフキーノって言ってまたメンバーが変わります、はい、ということでですね、皆様ね、セリカさん、はい、生歌ね、生歌、やっぱ素晴らしいですよね、これお楽しみいただきたいと思います。いやだからほんまに今日時間があったら俺もぜひ赤坂、あ、かわいい、はい、柱の陰から応援してますか、草間の陰からみたいな、今日いらっしゃるんですか、まだ、いや時間的にちょっとギリやから分からへんけど、あ、まあ、また今度なんか一緒にやりましょうよ、あ、もうぜひ呼んでくださいよ、僕でよかったら大阪行きたいよね、
あ、大阪も行きたい。え、関西とか行けはんの？行ったことない。いや、大阪あんま行ったことないですよ、ほとんど。あ、ほんま関西から昔、あのデビューの頃にちょっと回ったぐらいで、あのどこだっけ、あのバブンハウスとか、あ、バブン、はい、あのあとほらキャバレーの中通っていくようなお店あるじゃん。あれは四金城寺、神戸ですね。あ、神戸の四金城寺、はいはい、あれもまだ店はあの内装は変わったけど資金はまだあるし、バーボンハウスはなくなった。あ、そうですか。でも今手頃なんか僕大阪でようやってるんで、もしタイミングがあれば。え、あの、あ、兄はどこが一番多いんでしたっけ、出番。どこですか。ホームグラウンドっていうか。横浜。いやいや、まあ、割と僕はもうちょこちょこっとしかやんない。あんまりライブ本数多くないですけど、最近やっぱりその地元の九州とか、あの、まあ、今度福島行きますけども、7月の10、14、15、16ぐらいは福島、郡山とか行きますけども、はい、まああのマイペースで。だから全然俺もあの逆に兄貴が横浜でやる言うたら俺たちよろしくこういうごめんこういう人から兄貴って言われたらすいません、どんな悪いやつだったのかとか思って悪いって言われたら、あのそんであのタイミングをたらね、僕ら 大阪でやるときにまたね、あのご縁がありましたらですね、ぜひぜひ。ということでね、お話ししながらですね、あ、まあ、CD の曲なんか生で、生で、うん、じゃあもう一曲生で、そうですね、ぜひぜひ、せっかくですか、生歌をちょっといきますか。声も入れとかなあかんで、ラジオやねからな。どうですか今日は。どうももう急にあの呼び出しがありましてですね、安来いと。あ、そうそうそう、昔の話したな。うん、そうそう、もう来てんから昨日の話ということでですね、じゃあもう一曲ちょっと選択しましょうかね。はい、ここ上映っていいですか。あ、いいですよ。じゃあもう一曲、何をやりましょう。願いっていう曲。願い、はい、セリフを続く、はい、願い行きましょう。はい、少し遠回りしてるかもしれないけど、でもいいさ、それが自分らしさ。だけど空に浮かぶいくつもの星を見た、願い込めた幼い思い出に、答えは誰も知っちゃいないから、目の中で忘れちまいな。
ということでね、今日はセリカさん、ヤスさんとねお二人、来ていただきましたけども、遠いところ本当にありがとうございました。いかがでしたか、今日はヤスさん。いやいやもう楽しかった。メガネいやいやもうわからん人がおるからね。誰もね、まあ、関西だから、ね、この空気はみんなわかるけどな、うん、でもヤスさんってやっぱお付き合いもう長いわけでしょ。あ、もっといや、俺あんまり嫌いやねん。結構長いですよ、ね、もう10年ぐらいはなんのか、まあ、そうですね。なんや、最初はまあその距離感は距離って言ったらおかしいけど、うんうん、距離もあったんですけど、10年足掛け10年ぐらいなんのかな、うん、そうですね。一回姿を消し張って、あ、そう、山の話、あ、そうそうそう、うん、ロスの話ですか。ロスに行かれてて、上戻ってパワーアップして戻ってこられて、うん、第一のなんかやっぱりパワーを受けたんやと思いますよ。なるほどね、その第一のパワーはね、うん、僕もそこもちょっと遊びに行きたいですね。さあぜひね、結構金玉そっから生放送、あ、ね、よろしいですね。アウトランドから、アウトランドから、そう、素晴らしいです。今日なんかちょっとみんなで一緒にやりますか。僕はもう歌うのやめようかなとか思って。いやいや違う違う違う、そんなあがあが、ここで僕ちょっとギターいいか、あとギター、あ、もういいですか。はい、もうだからこうみんなでワイワイワイっていうか、ワイワイ行きますか、うん、じゃあ、こっちを借りて、こっちをこっちコーラスでいいですか。これで立ってやりますか、ね、本ですか。まあ俺ギターはいいよ、じゃがいい。もうやっぱりね、こうなってくると不良中年の揃ったという感じになりましょうかね。不良中年の勧め行きますか、みんなで、ね、行きますよ。はいよ、いいですか、お客様も。アイロでよろしい、 OK、 OK、 合わせようね、はい、よ行くよ、イエーイ、ワン、ツー、スリー、フォー。Man.
ですね、にぎにぎしくやかましい昼間からね、なんでこんな大騒ぎするの昼間からって楽しい、ね、いやありがとうございます。いかがでしたか皆さんはね、今日はねセリカさんお招きしました。あとギターの安さんがね大阪から来てくれました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ぜひねまた後日ね、いや気持ちがちょっとなんかやっと和んできたんで今からですよね。今からやな。もう残念ですけどもね、あと2分になってしまいました。ということでね、お客さんもありがとうございました。ありがとうございました。それで、桜田たけしさんありがとうございました。ありがとうございました。松下さんありがとうございました。動画の聞きさんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、福地の